いわきと今治は公式戦初対戦となります。今治が JFL から J3 に参入した2020年。さあボールを持って島村、今度ニアゾーンでボールを持つ、シュートはブロック、ここでダイレクトシュート、パンチング田中、左足を振ってきました。上原、今のシーンです。近藤がキープしてシュートブロックしたボールにダイレクトで打っていきました。前半の9分です。巻いてくるボール、ヘディング高い、パンチング田中、安藤の頭、ここを抑えました。クリアします。ナバリー、上原のボール、高いボールにこの安藤、190センチ、スローインです。ボールを奪って宮本、ここも球際激しく両者、インディオ、ここを2人がかり、奪って前、野口、中を見た、中央に届かず、あっとここうまく体を入れる、シュートいった、今度後半早々試合が動きました。近藤がゴールをこじ開けました。今治が先制ゴールを決めています。後半始まってすぐです。野口がサイドから活路を見出してボールを受けて、そして近藤のシュート、うまくディフェンダーの前に体を入れて、その近藤をターンしてシュート、これがサイドネットを揺らしました。前半は膠着状態、しかし後半上げてみたらすぐにヘディング差が受けて、インディオかわそうかというところ、自分で行ってシュートに行く、早いタイミングでシュートを打つようになりました。今バリです。島村が引きつけます、そして近藤に預けます。近藤は中に入ってきます、そしてまたシュートを打ちます。こぼれ、反応したんですが、インディオここは足を取られました。センターバックの安藤もファーサイド、その安藤のところ落ちて、近藤シュートいかない、ここでシュート、パンチング、最後近藤シュート、つないで有田、クリア安藤、ここで試合終了の笛が鳴り響きました。ガッツポーズ橋川監督、これで今シーズン初の連勝となりました。